はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけでですね、今回は申し訳ない、オープニング後取りでもう結果が出ている状態になっております。何をしたかったかだけちょっと説明させてください。オープニングをちょっとですね、データがですね破損してしまいまして、今ねこれね結果終わった状態になっちゃってるんですけど、一番ねこの右側がね空白になってますね。こちらにですね前回ね配布されたですね夏のプリニーいますね。そちら夏のプリニーをレベル1の状態で修羅のステージハードですね、修羅のハードステージ10を何回クリアしたら5000レベルになるかっていう企画をやりました。なぜやったかっていう理由も述べてます。実はですね、修羅の最後のねラストバトル8000レベルがですね、見ての通りのレベルだとね全然クリアができないんですね。なので今回はちょっとね踏まえて、プリニーをレベル5000にするついでにキャラクターもレベルを上げて、ぜひねクリアをしちゃおうっていう企画になっております。はい、というわけでですね、今回はですね修羅のハードモードステージ10の2をですね周回何回クリアしたら5000レベルになるか検証していきたいと思います。修羅のねハードね1の1の1をですね、こちらの方もですね検証結果はですね確か38回だったと思いますね。もしねまだ見てない方はぜひぜひ見てみてください。はい、というわけでですね、じゃあねプリニーはねものすごい強くなってね、しかもね HP が今回高いってことでですね、どれくらいのね HP が増えるかもね楽しみ見ていただければとなと思います。それでは1回目の結果からどうぞ。はい、というわけでですね、ちょっとその前にですね、装備の方なんですけどですね、前回のですね、このストーリー1の1でね、レベル5000にするっていう動画と同じ装備で、経験値が 45% 増える状態になっております。はい、とりあえずですね、2回目になるんですけれど、こちらの方ですね、どういう風な戦い方をするかだけ簡単にね、ちょっと6500レベルでね、ここまでね、来るってなかなか大変でね、安定して勝てる方法っていうのもなかなかないのでね、まずですね、フレンドの方はですね、7900レベルまで上げたですね、素晴らしい覚醒ロザリンドの方を使わせていただいております。で一応自分のやり方としてはですね、覚醒ロザリンドが2体いるということで、デスコにまず2回ね、メガブレバーをかけて、で、こっちの強い方の方をかけます。そして真ん中残るんですよ。で、真ん中が残ったところで、この7900の方を出します。で、出した状態で、とりあえず普通に攻撃します。これで1回目終わり。2回目。するとですね、またね、メガブレバーをね、かけられるんですけど、今度はですね、この7900の素晴らしい方に1回かけると、大体ね、覚醒ローダーリンドの方使ってる方ね、大体2回目に来ますので、ここでね、一応全体攻撃になります。そうするとね、この緑色のね、恐竜さんがね、残っちゃうの。本来いる覚醒ロザリンドを一応ここで出現させます。そしてねさすがにね自分のロザリンドそんな強くないんですけどですね、このね技をね使えば1体倒すことができますので、ここで与えます。で、メガブレバーかけたね、デスコ方が勝てますので倒します。そして3回目ですね。するとですね、またね、この状態にメガブレバーかけられる状態になってますので、とりあえずね、今までかけたデスコでも誰でもいいんですけれど、ちょっと曲が消していただいて、今ね、覚醒ロザリンド2体とデスコね、1体いるので、でこんなに攻撃力が上がった状態のメンバーであれば、全体攻撃を2、3回使えばね、勝てる状態になっておりますので、こう使っていきます。はい、でこれね今ねデスコが使ってて、こんな感じでもう本当ねこれ以外のパターンだとね事故るんですよね。やっぱねこの水着プリニーがすごく邪魔、邪魔とか言っちゃったらごめんなさいね、プリニー様々なんですけどね、やっぱねプリニーが主役ですから今回はね。はい、こんな感じで2回目。あーでごめんなさい、ロードにするの忘れた2回目だから。はい、そこまでね差が出ないことをね信じてね3回目いきたいと思います。はい、3回目クリアです。今回オート転生ちゃんとオンにしたのでご安心ください。さあどんな感じでしょう。はい、転生がプラス3回されたということで、でも今最大レベル4000ですね。ということは先ほどの転生オート転生ミスはほとんど数に入れない方がいいかもしれません。申し訳ない。それではねポンポンポンとねダイジェストでいきたいと思います。はい、それではね多分ね次でラストになるかと思われます。5000レベル手前になりましたので、とりあえずねオフにして進めていきたいと思います。はい、ここでね自分のね感想を一つ、明日8月11日はですね公式生放送めっちゃ楽しみです。足の姿は誰でしょうね。はい、というわけでね終わりました。さあ果たしてねこれで5000レベルいかない場合もあるからねちゃんと確認していきましょう。じゃーん、はい、無事ね5000レベル行くことになりました。これで夏を迎えるねプリニー君も、ありがとう。俺たちが主役っす。
はい、なんかね、気になる結果の方行ってみましょう。それでは結果発表何回でしょうか。じゃーん、すげー、14回、やばー。前回のねストーリーのね、ハードモード1の1の1はですね38回という結果でしたけれどですね、まあ、今回はですねなんと14回、1回目ね転生のミスしてるから、まあ、13回だと思われますね。すごーい。なんか1、2ヶ月前にね必死に3900レベル上げたが懐かしいですね。はい、ではステータスを見てみましょう。おー、すごい、5000レベルで HP 1000万超えてますね。これは結構やっぱ HP だけは高いねって言われてるだけあって、まあ他使えるかって言ったら使えないですけどね。まあでもね、とりあえずね今回ね潜在アップ屋さんもあるので、ね、まあ、ちょっとねやる価値はあったんじゃないかなって感じでね、突4とね、5000レベルの方させてみました。はい、じゃあですね、ね、最終目的であるここでレベル上げを頑張ったので、その結果ね、最後のラストバトルクリアできるかね、まだね、ほんとね、クリアできてないので、頑張ってみたいと思います。さーてね、夏のプリに使わないってやつで、はい、とりあえずね、全力でガチでやってみたいと思います。とりあえず1体ずつ倒していけば、なんか中途半端なダメージ与えるとめっちゃ反撃やね、攻撃力高くなっちゃって絶対うちらは耐えられない状況なので、今のところ全域残ってるから勝ちたいんだけどな。オッケーオッケー、これで1体ずつ倒してきた。あー、やばい、もう2人しかいない。マジで無理かー。ちょっともう1回、よーし、マジで勝つで、とりあえずですね、今までの培ってきたね、ほとんどね、メガブレバーをかけ続けるっていう方法をね、また続けていこうと思う。とりあえずデスコに3回かけておこう。で、デスコがここで全体攻撃で勝てる。うん、そして2戦目もですけど、ここはですね、まあ、覚醒ロダリンドの方をですね、交換して、とりあえず1体倒しといて、でとりあえずまたメガブレバである程度の安定が欲しい。やっぱ安定したい。OKOK。そしてここでですね、3戦目になったからね、もうそろそろデスコさんが強くなり続けたところでしょうから、ここはちょっと他のキャラクターをね、はい、まず覚醒ロザーを強くすることに専念する。そしてですね、ここでまあ一掃できるでしょう。さあ来ました、ボスです。今度さっきは1体ずつやりゃいいやと思ったら、結局ダメージは中途半端に与えようと与えなかろうともダメージが果てしないってこと分かっちゃったんで、ちょっと若干の運任せで全体を倒していく。 OK。 そしたら残りが2体になったから、一掃できるようにとりあえず攻撃力上げといて、で攻撃、わー全然いかない。でもここだ、こいつは上げた、こいつかちゃった。よし、カクロザ行ったから一回耐えろ、耐えた、耐えたらなんとかなる。どうなる、ここで、ここでどうしよっかな。とりあえず敵のスピードが遅いのが唯一の救いだから、ステータスアップしといて、でここはまああんまり期待ができない。でここも今、まあ、とりあえず、おお、1億いったわ、これでもう素晴らしい素晴らしい。これでどうなる、ここでちょっと上げといて、でここでまた、ここありがたい、この教授はでかい。どうすればいいんだ、この教授で上げての、こっちは普通に攻撃して、おお、あー残った、どうなる、え、あ、これはあれだ、使えばいいのか、技を使って上げといての確実性を持っての攻撃、よっしゃー、やったーい、やったー、クリアした、やっと修羅のハード全部。いやー、すごい、公式生放送前日にで、なんとか快挙じゃないんだろうな。みんなさんはどれくらいでね、全クリっていうかね、シュラのハードモードのね、このラストクリアしたんでしょうね。僕はね、6500と6600のローザーとデスコがメインになったんじゃないかなと思いますけれど、まあね、まあもっと6000以下でもクリアできるよって方もいるかもしれませんね。はーい、やりましたー。というわけでですね、今回この動画ここで終わりになります。はい、この動画もね、面白かった、もしくはね、いろんな検証とかまたまたやってくださいよ、ひろがさんってね、方ね、ありがたい方いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、チャンネル登録、高評価、そしてですね、ツイッターの方もやっております、ツイッターのフォローとフォローバックは必ずしますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、仕事ね、時間ね、早く終わればですね、ぜひぜひね、公式生放送もね、お邪魔したいなと思ってますので、ぜひぜひみんなで楽しみましょう。それでは、またね。あ、最後に皆さん、公式生放送の前にですね、このね、足の姿、誰だと思います？僕ね、リアルはね、やっぱ雪丸かななんて思っちゃったんですけれど、やっぱね、ちょっとどうしても一人でも当てればいいってことですね、まあ、いろんなね、こう、なんつうの、キャラクターが出るんじゃないかってことで、もう、ものすごいね、皆さんのね、コメント見てね、爆笑しました、本当に。ね、ちょっと何人かの人にはですね、ちょっとこうね、リプ送っちゃったんですけれど、ね、ぜひぜひね、明日のね、生放送楽しみましょう。またねー。青だからセラフィーヌはないよね。